さて続いてはギター愛好家によるクラシックギターのコンサートが開かれました。これは社会人で構成する高松クラシックギタークラブが行ったものです。5月17日日曜日には第2回目となるコンサートが高松市番町にある香川県社会福祉総合センターで開かれました。会場ではポピュラー音楽やスペイン、南米音楽などの様々なジャンルの曲が披露されました。この高松クラシックギタークラブなんですけれども、3年ほど前にですね、発足しました。で、常々はですね、2ヶ月に1回、だいたい偶数月に1回ですね、クラブ員今10名ですけども発表会をやっています。これはうちうちの発表会ということで、それぞれ皆さんですね、練習の成果を、お互いに披露する。で、このコンサートはですね、一般の方に、その皆さんの成果を発表する場、いわゆる本当のコンサートということで、今回第2回目になりますけども、去年の5月に初めて開いたので、よかったんでですね、今後も毎年1回ぐらいしたいなということで、今年第2回目のコンサートを開催いたしました。普段はですね、各自、練習されております。ですから集まって練習することはないんですけども、過去にですね、学生時代とかですね、ギターをやってた人は、クラシックギタークラシックっても別に硬いことないんですけども、いろんなジャンルの曲を弾いてますけども、どっかでですね、お互いにこう披露したいということで、いろんな職種の方がおいでましてですね、学校の先生もおりますし、先ほど紹介した、自転車さんもおりますですね、また例えば、会計事務所とかですね、あと福祉の関係とかもさまざまな方がおいでます。で、普段はその自分の職業を持ってますけども、アマチュアのギターをですね、研鑽して、お互いに楽しみましょうということで、頑張っております。高松での、クラシックギターのファンの方はですね、ぜひまたご参加いただいたら、まだクラブにまだ10名なんでですね、今後も増やしていきたいと思うんですけども、今後も継続的に、お互いに、研鑽積んで、楽しいギター人生をですね、お互いに、謳歌したいなと考えておりますので、ぜひご興味のある方はですね、ぜひクラブにご参加いただきたいと考えております。会場にいた方は様々なジャンルの音楽を楽しめ